2020年7月現在世界第4位の大富豪であり彼とのランチはオークションで最高5億円の値段をつけたという投資の神様、ウォーレンバフェットさん今回はこの方に迫ります努力して一時代を築いた方や多くの人に影響を与えた人の歴史すなわちそれを成功の方程式と呼びまして後世に受け継いでいきたい考え方についてお話していきたいと思います。最後まで見ていただければ なぜバフェットさんが投資の神様と呼ばれるのかそしてなぜ結果を出し続けることができるのか私たちが明日から真似できることについても理解できる内容になっていますぜひ最後までご覧ください5歳の頃からレモネードを地元で売っていたというバフェットさんすでにこの時にしてたくさんお金を稼いでお金持ちになることっていうのを夢にしていましたそして6歳になるとですね、コカ・コーラをパックで買いましてバラ売りをすることによって1セントを稼ぎます それにより商売の原点を作ったバフェットさん10代になるとですね中古ゴルフボール販売あと新聞配達とどんどんと新しい商売に挑戦していきます13歳の時にはですね父親の転勤によりワシントン DC に引っ越すことになりますでそこで始めた新聞配達だったんですけれども他のですね少年たちとは全く次元が違う売り方っていうのをされていました でどういうことかというとですね競合の新聞紙をですね常に持って配達に行きましてアパートに集中的に配ることでそのの効率性っていうのを大切ににししましたさらにですね一日になんと500部以上配ったんですけれどもその500部を配るに要した時間はなんと1時間半もかかからなかったそうですさらにですね新聞配達だけで終わらせるんではなくて雑誌購読の調査に新聞配達を利用しました。 そのことによってですね、バイト新聞配達のバイトをしながら自分の別の雑誌購読をさせるというビジネスにも応用することができました、まあ、時間の有効活用っていうのはですね、まあ、投資家の鉄則というふうに言われたりもするんですけれどもまさにその効率的なバイトをしたおかげでなんと13歳にして税金を国税局に申告することになりました。 まあ、子どもの頃からですねお金持ちになることを夢見ていたバフェットさんはですね読書にも力を入れていますそのビジネス関連の本を読みあさりですね一ページ一ページこうしっかりと内容を制読法によりですね大学入学の時にはですね教授よりもそのビジネスの内容に詳しくなっていたというから、まあ、驚くべきことですね。もう本当ににその目標であるる金持ちになること っってていうところに向かってですね、具体的にその計画、まあ、アクションプランを練られてそれを実行に着実に移していったという成果が現れているような気がします。バフェットさんに投資の基本を教えたのはそのお父さんでありますハワードさんです。バフェットさんがですね、生まれた1930年のアメリカっていうのはですね大恐慌ってていいうのに突入していましまた。もう経済不安ですよね。 銀行でですね株式の仲買人というのをしていたハワードさんも、まあ、ちょっと一旦あの職を失ってしまうんですけれどもその後ですね株取引社と、まあ、数年間というのはですねやっぱりその大恐慌の中でほとんど儲けられなかったんですけれどもバフェットさんが学校にこう上がる頃にですね事態はちょっと良くなってきまして生活にも徐々に余裕が出てきましたと。 で、バフェットさんはですねしばしばあのお父さんのオフィスに遊びに行ったりしましてもう実際のその当時はですね株券券があったのでそれを見たりとか証券っていうのを見たりしてましたでもその株価がですねどうこう変化するのかっていうところに興味が湧いたバフェットさんはですね8歳の時から、まあ、家にその当時からあった株式関連の本っていうのを読み漁ってたそうです。 で、10歳になりましてお父さんに連れられてですねニューヨークの,あのウォール街ですよねあの金融街として有名なウォール街の証券取引所に行きます。でそこでですねあの、まあ、取引ポストって言われるあの株を取引を行うです、ね、場所を忙しくこう行き来するような仲買い人の方であったりあとはその書類がですね、バンバン飛び交うような光景っていうのはすごい憧れのようにこう見とれたそうです。 で11歳の時にですね初めて株を買われましてでこの株1株ですね38ドルで買われたんですねでその後ですね一旦二十何ドルまでちょっと下がりますただその後、その買った値段の38ドル上がる40ドルまで値を戻したそうなんですよでバフェットさんはそこでですね全部の株を売りまして手数料を差し引いてまあ5ドルの利益を得られるんですよただですねこの売却の後、この株価っていうのはどんどんどん,どん,どん上昇し続けまして200ドルまで達したんですよね でこの最初の株式投資の経験からバフェットさんはですね有料かつ安定した銘柄っていうのは長期保有しなくちゃダメだよねっていうことを学ばれたというふうに言います。でこれはですねもう今あのバフェットさんの中でもう一番の鉄則となっていると聞いています。 でそれからもですね、どん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 その投資を続けられまして、1965年にですね、バークシャー・ハサウェイという会社を買収しまして、社長、まあ、CEO に就任されることになります。でこの時にはですね、バークシャー・ハサウェイの株っていうのがですね、実際のその会社の価値よりも安く売られてるというふうに感じてたため、株式を買収したということです。 もともとそのバークシャーハサウェイっていう会社自体はですね繊維関連の,あの事業を行ってたんですねただそのアメリカでその繊維産業というのはやっぱりちょっと徐々に衰退していくわけですよでそうすると1985年にですねそのもともと中心だった繊維部門っていうのを閉鎖しましてもう完全にバークシャーハサウェイっていうのは投資会社になるわけですよで現在ではですねアメリカのまあ第2位の売り上げを誇るですね自動車保険会社 などに出資する投資会社として、まあ、どんどん成長を続けていますでこれですね、あのー、すごい話があってバクシャーハソベの,あの年次報告書一、まあ、年に一回その出る決算報告みたいなあの報告書によるとですね1965年から2019年の平均収益率というのが20%を超えているんですよ で、これちょっとなんかややこしい言葉が並んでしまったんですがどういうことかというとですね仮に1965年にバークシャーハサウェイですね一応1万円を投していたら54年後の2019年には約2億円になってたということなんですよ。もうこんだけですね、安定的にこうバーって稼ぎ続けるっていうのはすごいことなんですよ。 まあ、投資の世界だとですね、結構その、まあ、大きな合計、OK、が出たとしてもそこにその反対するリスクっていうのはやっぱ隣り合わせって言われてて、まあ、ずっと継続的にこう投資のお金がです、ね、儲かり続けるっていうのは難しいというふうにされてるんですね。にもかかわらずですよ50年の長きにわたってそのためですねバークシャーハサウェイの本社のあるオマファっていう都市にはですね1年に一度あの年次総会っていうのが開催されます。 でそこにはですね世界中からこの,あのウォーレン・バフェットさんのですね講演を聞くために何万人という方が殺到するみたいですよね。まあその有益な情報とか哲学とかそういったところは満載なわけですから、まあ、この方にですねランチ1時間、まあ、かなり貴重な時間なんだなというふうにまあちょっとそれは私でも理解できるかなと思います。まあ、ちょっとその5億円を払うかって言われるとちょっとわからないんですけれどもではですねなぜそのバフェットさんが、まあ、継続して、 成果を出せるのかっていうところについてですね、まあ、人生哲学も踏まえて、まあ、少し追っていきたいかなと思います。バネットさんはですね、まあ、常日頃、契約っていうのを心がけてます。だからそれは娘とかあの息子であっても、理由のない援助であったり、無駄遣いっていうのは一切しないよというポリシーを持たれてます。 で、これちょっと1つ話があって、まあ、娘のですね、スーザンさんとバフェットさんがですね、一緒に外出されてた時のことなんですけど、まあ、車に、ね、乗られてて駐車場で20ドルを払う現金を持ってなかったそうなんですよそのスーザンさん。でバフェットさんにあ「ちょっと20ドルちょうだいよ」って言ったそうなんですよ。 でそうするといやじゃあ小切手を切ってくれって言われたエピソードが残ってるんですよ。で小切手を切るっていうことはどういうことかっていうと最終的には払うってことなんですよスーザンさんが。だからどんだけその少額、まあ、20ドルってまあ結構少額、まあ、2,000円ぐらいですかねただでは決してあげないっていう姿勢がですね、まあ、ちょっとそのケチっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、まあ、自分が本当にその納得するお金の使い道しかしないよっていうことが、まあ、よく表れてるかなと思います。 で一方でですね慈善事,事業なんかにもあのバペタさん力入れられてまして、まあ、先ほどそのおしあの申し上げてた娘さんとか息子さんにはですね一銭も残さないというふうにおっしゃってるんですね。でどういうことかっていうとお金で人は作れないし幸福は買えないっていうふうな信念を持たれてるんですよ、まあ、ちょっとこれ意外かなって言うんですけど資産のですね約70%を他人で、まあ、かつその大富豪のですねビル・ゲイツさんが設立した財団に寄付されるっていうことをですね明言されてます。 でこれやっぱりちょっとそのさすがにこんなこと言われてると、ね、子供たちが驚いたかというふうに思うんですけどテレビなんかでですねインタビューされた時にですねその子供たちに何を言ってたかって言ったら逆に財産くれると驚くともうその彼はですねそのお父さんであるバフェットさんはお金とといいうよりも仕事で評価されたいとだから小さい頃からもう好きなことを仕事にしろっていうふうに言われて続けてたっていうふうに言ってですね納得されてるんですよね。 で、バフェットさんが答えた別のインタビューではですねお金が好きなわけじゃなくてお金が増えていくのが楽しいっていうふうにおっしゃってましてですね執着せずにそのお金に執着することなくですね好きなことを仕事にするっていう徹底した姿勢っていうのはちょっと学ぶべき姿勢かなというふうに思いますよね。で最近はですね新型コロナウイルスの感染拡大後にですね2020年5月に航空会社の株を全部手放したっていうふうに言われてるんですよ。 でこれですね新型コロナウイルスが感染拡大しまして、まあ、観光業と、まあ、航空産業というのが被害を被りましてですねバフェットさん自身も巨額の損失というのを出してしまったんですよ。でただ今後の先行きがですね不透明になったということでですね株を手放したというふうにされてますでここにもですねやっぱりその決して損しないでその決して損しないというルールを決して忘れないっていうですね彼なりのそのルールがあるんですけれどもそれがつないるかなというふうに思います。 まあ、ということで,ですね、今回もできる限りわかりやすくあのお話しさせていただいたんですけれどもご意見とかご要望あればですね、是非コメント欄に書いていただければと思います。まあ、面白かったということであれば是非「ぜひいいね」っていうのもしていただければというふうに思います。今後もですね、まあ、あの歴史の不思議であったり偉人であったり、まあ、どん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 取り上げていきたいというふうに思いますので是非楽しんでいただければというふうに思います。でも面白かったという際にはですね「まあ、いいね」もそうだしチャンネル登録なんかもしていただければ大変嬉しく思います。 それではではすね、また歴史の世界でお会いすることにしましょう。